さっさなりまさはどんな人？戦国アルピニスト肥後黒人一騎に泣いた武人の最後。麒麟が来るの第14話は斎藤利正と織田信長が初めて会見した聖徳寺の場面が描かれます。この場面、信長が舅の利正と出会うと同時に2人のメジャー戦国大名の登場でもありました。その2人とは前田利家とさっさなりまさです。今回はこちらの両名からさっさなりまさについて分かりやすく解説します。尾張の土豪平城主として織田家に仕える。さっさなりまさは尾張の国春日井郡平城に拠点を置いた土豪さっさなりむねの子として天文5年1536年または1539年に誕生します。もともとは岩倉織田家の織田信康に仕えていたとも言いますが定かではありません。さっさなりまさは三男坊でしたが、兄二人が相次いで戦死したので永禄3年1560年に家督を継いで平城主となります。なりまさは若くして信長に仕え、馬回り衆から戦功を積み重ねていき、永禄4年には森部の戦いで敵将稲葉又右衛門を同僚の池田恒興と共に討ち取る手柄を立てます。その功績もあり永禄10年には生え抜きのエリート黒幌衆の一員に抜擢を受け、能力主義の織田家の気風の中で出世街道を進むことになります。元亀元年1570年6月の姉川の戦いに先立つ八荘山の軒口では、柳田博正、中条家忠らとともに少数の馬回り衆を率いてしんがりに参加、鉄砲隊を用いて活躍。天正5年1575年5月の長篠の戦いでは前田利家、野々村正成、福住秀勝、坂直政のような黒幌衆と鉄砲隊を率い活躍しました。しかしその前年には長島一向一揆との戦いで嫡男の松千代丸が戦死するという悲しみも味わっています。柴田勝家の与力となる。天正3年1575年9月織田信長は越前の国制圧後、柴田勝家を置いて北陸方面軍団長とします。日本全国で戦うことになった信長はとても一人で全ての敵と戦うことができないので、柴田勝家に北陸の制圧を任せたのです。信長は勝家を補佐する与力、目付として前田利家、さっさなりまさ、不破光晴の3人を府中三人衆とし、越前府中の3万3000石を分け与えました。なりまさは小丸城を築いて居城とします。しかし府中三人衆は勝家の与力とはいえ半分は独立した友軍で、成政も信長の命令で石山合戦や播磨の国平定、荒木村重討伐に参加し忙しい状態でした。天正5年8月柴田勝家は能登に侵入した上杉謙信を攻めるために加賀の国に侵攻したものの、七尾城陥落の報告を受け撤退しました。越中一国の支配を認められる。天正8年1580年成政は神保長住の女性として一向一揆及び上杉氏に対する最前線の越中の国平定に関わり、天正9年2月成政は正式に越中藩国を与えられます。天正10年3月越中守護だった神保長住は密かに上杉に通じていた部下の小島元重、家老土親広らに富山城を急襲され捕らえられます。間もなく織田軍の反攻で助けられたものの、不覚であると信長に叱責され、長住は失脚追放。代わってさっさなりまさは越中守護となり、富山城を居城とし戦国大名にのし上がります。しかし順風満帆だったのもつかの間、天正10年の6月には本能寺の変が起こり、信長が明智光秀に討たれて応死しました。この頃柴田勝家の北陸方面軍は上杉軍の最後の拠点である魚津城を3ヶ月の攻囲戦の末に攻略したばかりでしたが、信長の死を知ると与力武将は続々と自分の領地に引き上げ、成政は
逆に上杉軍の反撃を受けることになり、身動きが取れなくなります。この中で柴田勝家はなんとか上洛を図りますが、毛利氏と和睦して中国大返しを実現して明智光秀を打ち滅ぼした羽柴秀吉に先を越されました。タイミングが悪かったですね。賤ヶ岳の戦いでは柴田勝家につくも、出遅れた柴田勝家は清須会議で信長の孫の三法師を抑えた羽柴秀吉に勝つことができず、織田家の実権争いが表面化します。さすた成政は柴田勝家につきましたが、上杉景勝に備えるべく越中を動けないので、叔父のさっさ平左衛門が率いる600名を援軍に出すのが精一杯でした。しかし戦いの途中に勝家の腹心の前田利家が秀吉に寝返り、さらに上杉景勝の圧迫が深刻になったので、成政は娘を秀吉の人質に出し提発して秀吉に降伏。この時には越中一国を安堵されます。天正12年、今度は織田信勝が徳川家康について秀吉と敵対し、小牧長久手の戦いが起こります。当初成政は秀吉につく態度を見せていたものの、夏頃には徳川家康と織田信勝に味方しました。ライバル前田利家に末盛城で敗れる。さっさ成政は8月28日に羽柴秀吉サイドについた前田利家の旭山城を急襲しましたが、前田家家臣の村井長頼に撃退されます。次に成政は利家の領国である加賀の国と能登の国の分断を狙い、宝達山を越えて坪山砦に布陣し、総勢1万5000人で末盛城を包囲し、前田利家の増援軍を警戒し、神保宇治春を北川尻に置いて警戒させます。末盛城の戦闘は成政が有利であり、前田方は城代土井継重が討ち死にするなど落城寸前にまで追い込まれますが、金沢城にて急報を聞いた前田利家が2500人を率いて出陣。近隣の百姓の抜け道を活用して成政軍の警戒の手薄な海岸路を移動して北川尻を越え、末盛城に殺到する薩摩軍の背後から攻撃して、これを撃破しました。冬の北アルプスまで越えたのに家康が秀吉に降伏。打撃を受けた成政にさらに上杉景勝が攻撃をかけてきて、さっさ成政は二正面作戦を強いられます。さらにダメ押しに徳川家康と織田信勝が秀吉の計略により重臣を殺害する羽目に陥り、秀吉に心中する道を選んだという報告が成政に入りました。焦った成政は家康に返信を促すべく、厳冬の北アルプス山脈を自ら越える冒険登山を決行します。というよりそれ以外に家康に連絡をつける方法がなかったのです。その旅程は過酷の一言で、成政は数名から100名とも言われる友を従え、極秘裏に富山城を出て現在の富山地方鉄道沿いに進み、立山連峰の山肥へ分け入っていきます。成政がアルプス横断に挑んだ時期は12月で、気温はマイナス10数度、積雪は1メートルを超えていたそうで、まさしく魔の山、死の山でした。ただ成政一行は無謀ではなく用意周到であり、和漢時期という直径約60センチの円形をした雪道用のわらじを履いて深い雪を踏破、さらに衣服の中に防水性の高い紙を入れ、雪よけに蓑をまとって防寒を万全にし、さらに立山の修験者をガイドに使い、一番越えやすそうなポイントを選びつつ玄関の山越えに挑んだのです。さっさ成政登山隊は難所の標高2342メートルのザラ峠を越え、黒部峡谷の黒部川を溶かし、さらに越中と信濃の境にある標高2536メートルの張の木峠を越え、信濃大町に至ったと考えられます。途中凍傷で動けなくなった者、滑落して命を失った者もいて、一行の半数近くが脱落したそうです。こんな死ぬ思いをしてまで成政は北アルプスを越え、信濃の徳川家康の所領に到着。
秀吉に降伏するのを考え直すように熱心に説得しますが、家康は応じず、織田信雄や滝川一益も色良い返事をしませんでした。そんな危険な源頭の北アルプスを越えてきたのに、武和氏って一体。こうして帰路も北アルプスを越え、富山城に戻り孤立無援になったさっさなりまさを羽柴秀吉が10万の軍で包囲します。いろいろ燃え尽きたなりまさはついに織田信雄の仲介でとうとう降伏しました。なりまさは越中のほとんどの所領を失い、さらに自身も越中にとどまれずに大阪に妻子ともども移動を命じられ、秀吉のおとぎ衆とされました。信長の配下として血と汗と涙で積み重ねた成果のほとんどを成政は失うのです。九州征伐で手柄を立て、まさかの戦国大名に返り咲く。このまま秀吉のおとぎ衆として飼い殺しかと思われたさっさ成政ですが、再び運が向いてきます。九州で秀吉に臣従していた文豪の大友宗麟が豊臣秀吉に加勢を求め、秀吉は成政を使者として派遣したのです。ついで1587年、九州征伐が開始されると、さっさ成政は羽柴秀長の軍勢に属して豊後府内から日向を経て薩摩に進軍。これに対し島津義久は弟の島津義弘に家督を譲り、成政を仲介として秀吉に降伏しました。成政はこれで大いに面目を施し、肥後一国を与えられ、熊本城の普請を開始します。この時秀吉は成政に、肥後国人はモッコスといって独立の気風が強く、頑固で反発心が高いから性急な改革を控えるように命じました。ところがまさかの昇進に舞い上がっていた成政は、その注意が耳に入らなかったようです。さっさ成政、肥後国人一揆の責任を取らされ切腹。肥後の統治を命じられた成政は、秀吉の急激な改革をしてはならないという言いつけを破り、領内の黒人衆の勢力を分断したり、秀吉の朱印状で安堵された領地に対し自身も介入して、結果年貢負担が重くなるなど、次第に肥後黒人の反発を買ったようです。1587年6月、熊部親長が成政の差出検地を領地権の侵害として秀吉の朱印状を盾に拒否し、7月には淮府城に籠城。焦った成政が自ら6000の兵力で淮府城を攻めると、近長は同城を放棄して城村城に移りましたが、この頃には黒人衆が呼応して挙兵。成政は独力で一騎勢を鎮圧することができず、秀吉に援軍要請を行います。九州を空入りの平坦基地と位置づけていた秀吉は、早期解決を図って九州四国の大名を総動員して一騎勢を攻撃し、肥後の一騎は鎮圧されました。しかし命令に背いて早急な改革を行った成政に対し、秀吉の態度は厳しく、安国寺恵慶の除名嘆願の甲斐もなく、成政は切腹を命じられ、52年の生涯を閉じました。戦国時代ライター川嘘の独り言。さっさ成政は内政には疑問符がつきますが、野戦の司令官としては有能で、三回菅笠の馬印を使っていました。後に蒲生氏里が小田原征伐の時、秀吉に三回菅笠馬印の使用を願い出ると、三回菅笠は武勇名だたきさっさ成政の馬印だからすぐに許可はできない、それ相応の手柄を立てれば考えようと言われ、小田原攻めで満身創痍の傷を受けるほどの奮戦をしてようやく許されたそうです。あと源頭の北アルプスを奮破しているので、戦国のアルピニストとしてはナンバーワンでしょうね。